アンドリュー・ガーフィールドはアメリカ合衆国生まれのイギリスの俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。父親はカリフォルニア州出身のユダヤ系アメリカ人。母親はイギリスエセックス出身のイギリス人のため、アメリカとイギリスの二重国籍保持者。3歳の時にイングランドサリー州エプソムに移住。16歳の時に演技に興味を持ち始め高校を卒業後。 セントラルスクールオブ、スピーチドラマで学ぶ。舞台俳優として、キャリアをスタートさせ、2004年にメンシアターアワードを、2006年にイブニングスタンダード演劇賞の新人賞を受賞。2007年には、ロバート・レッドフォード監督作、大いなる陰謀で映画デビューし、注目を集める。同年公開、放送の、ボーイ A で、 英国アカデミー賞テレビ部門主演男優賞を受賞。2009年には、テリー・ギリアム監督作のドクター・パルナサスの鏡に出演。2010年には、デビッド・フィンチャー監督によるソーシャルネットワークや日系イギリス人作家カズオ・イシグロの小説を映画化した、私を話さないでが公開され、両作品で多数の賞にノミネートされた。また8月、テリー・ギリアムが、 カナダのロックバンドアーケードファイアのマディソンスクエアガーデンでのライブを撮影した際アシスタントを務めた2012年7月公開のマークウェブ監督アメージングスパイダーマンでは主人公ピーター・パーカースパイダーマンを演じた2017年にメルギブソン監督作の白装リッチにおいてアカデミー賞主演団優勝にノミネートされた2018年には舞台 エンジェルス・インはアメリカで主演を務め、トニー賞演劇主演男優賞を受賞した。2008年からアメリカ人女優のシャノン・ウッドワードと交際していたが2011年5月に破局が報じられた。6月にアメージング・スパイダーマンの共演者であるエマ・ストームと交際していることがアス・ウィークリー氏の報道により明らかになった。2015年に破局。 ソーシャルネットワークで共演したジェシー・アイゼンバーグやイギリス人俳優のロバート・パティンソンと親しい友人である。また、エディレット・メインとはフラットメイトであった。ありがとうございます。